同時切れ、同時切れ、同時切り、同時切りは、平安時代の法規国の大原の投稿、安綱作の日本刀、たち。同時切れ安綱、同時、切り安綱、同時切り安綱とも呼ばれる。日本の国宝に指定されている。国宝指定名称は、立ち名、安綱、名物同時切れ、安綱吹と巻き立ち、梨寺葵門山、巻枝立箱、 立ち名やすつな名物同時切りやすつなつけたり糸、巻き立ちな指示、青いもんちらばけ立ち箱。波長日尺六寸五分、約八十点三センチメートル、そり幅木元にて、約一寸、3.03センチメートル、横手にて、約六分半、1.97センチメートル、重ね、頭身の厚さ二分、約0.6センチメートル。 作り込みはしのぎ作り、いおりむね。腰ぞり高く小きす先。指鉄は小番目が肌立ち心となり、地に絵が厚くつき、地ふまじり、地形しきりに入る。波紋は、小だれで、足よく入り、砂流し、砂流し、金筋入り、匂い口深くこにえつく。帽子は、小る心に帰り、吐きかける。茎、中ごは西部先はくりじり。やすり目は節 めくぎこうひとつ。廃表に、安津がにじめを切る。制作は、平安時代後期とされる。なお、闘神と共に金なし辞書糸巻ごしらえの、神話辞用式の外装が現存しているが、このごしらえは、桃山時代に制作されたものであり、それ以前に収められていたごしらえが、どのようなものであったのか判然としていない。天下古軒の一つで、大包み平らと共に、 日本刀の東西の両横綱と称される最も優れた名刀とされている。主天童寺の説話を書いた絵巻や絵言葉などの書本では、源頼光が主天童寺を切った太ちとして、地球、地水、地水の名前が登場する。慶應義塾大学図書館像、死友天闘氏には、太平記からの引用が見られる。太平記によると、坂の上の田村マロが、 大貴国大原五郎大部安綱が撃ったたちであり、田村麻呂が鈴鹿御前との戦いに用いた後に伊勢神宮に収められ、頼光が参宮した際に夢中で託戦があり、伊勢神宮より下まわった源氏類大のたちとされる。しかし、その後の渡辺綱が牛木を切ったという逸話は綱の持つ鬼説に引用されている。また四天道寺へ巻きの中には、 主天同時の首を立つに用いた立ちをすでに鬼切れ丸と称すものもある。聖は源氏の着流である源頼光が丹波国大鉱山に住み着いた鬼、主天同時の首をこの立ちで切り落としたという伝承から同時切れの名がついた。教法四年1719年に江戸幕府第八代将軍徳川吉宗が本阿弥光忠に命じて作成させた。 京宝名物町には名物同時切れとして由来と共に記載されている。現在では制作年代は主典同時伝説10から11世紀の時期よりも後なのではないかとの見解もある。刀剣研究家の佐藤勘山は大鉱山物語はフィクションが多く含まれていることは否名だろう。しかし同時切れは京宝名物町にあることでも 同作の安綱在名の太刀が、比較的に多く現存する中で、安綱中大一党の作であるのは、明らかと記した。室町時代には、足利将軍家が所蔵していたとされている。足利義明からと与富秀吉に送られたとされ、さらに、徳川家康とその子である、徳川秀忠とへと受け継がれた。忠直から松平三長を経て、津山藩の松平家に継承された。 三つ長が幼少の頃、観の虫による夜泣きが収まらないのでこの刀を枕元に置いたところ立ちどころに夜泣きがやんだ浮かんだ錆を落とすために本阿弥家に持ち込んだところ近隣の狐が次と本阿弥家の屋敷の周囲に集まってきた等の様々な逸話が伝わっている。江戸時代に町田町大勇という試し切りの達人が六人の罪人の死体を積み重ねて同時切れ。 安綱を振り下ろしたところ、六つの死体を切断しただけではなく刃が土台まで達したという逸話が残っている。明治に入って後も津山松平家の家宝として継承され、1933年昭和8年1月23日付で、四尺、松平安春の所有名義で国宝保存法に基づく国宝、現行法の重要文化財に、 相当に指定されてる。文化財保護法に基づく国法に指定されたのは1951年、昭和26年である。太平洋戦争終戦後、津山松平家から手放され、個人所蔵家の所有となった。1962年、昭和37年に文化財保護委員会、文化庁の前身によって買い上げられ、現在は東京国立博物館に所蔵されている。 源氏10代とするたちは、同時切れの他にも存在が確認される。京都の北野天満宮の鬼切れ丸や、ただ三中を祀った兵庫県川西市の多だ神社の鬼切れ丸である。伏せ孝一は、鬼切れ、安綱の命の改ざんの背景には、同時切れ、安綱や鬼丸国綱の存在が影響したことは、否定できないだろうとしている。豊臣秀吉が名刀を収集していく過程で、 類ぐまれな安綱の太ちを入手し、有力な鑑定家であった、本阿弥光則が関与して、太平記の鬼切れが安綱作であったことや、大鉱山の主典同時の説話が加味されて同時切れ、安綱という新たな名物を誕生させたのでないかと仮説を立てて推測している。桃山時代から江戸時代初期にかけて同時切れ安綱が世に知られたことで、最上化では、 おにぎれ安綱に記憶れを感じ、安綱名を国綱名に改ざんして、あえておにぎれ丸と呼称したのではないかとする説ある。もがみ義満の時代には、名刀や名物刀剣の存在が、大名の間で知れ渡っていたと思われ、安綱の名を乱すことができないがつ綱の名があり、国綱の立ちは、希少価値があり優秀な作品の一つして、選定されていた。最上化では、同時切れ、 安綱という新たな名物が生み出されたのと相まって鬼丸国綱に紛れるような鬼切れ丸国綱を創出したのではなかろうかと試験を述べている。河内名所図絵によると天光丸は同じ安綱作の鬼切れ丸と同鉄で作られた死友の太刀という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。